おーっしょうよ。あされあっちゃんチース。うん、マジだもんなこれ。おい、最高到達点で勝負だ。俺はイノシシを倒した男だ。大丈夫なんだろうか。はい、大切に使わせていただきます。 OB 会の実家にかけると4回に1回お見合い勧められるんだけど。いい。お、ひなた、どうだった？ 164.2 センチ、181点9。つうかひなたはみんなの身長を覚えてんのかよ。お疲れ様。月島、貴様、身長測定ってあんな盛り上がるんだな。お前ら騒ぐな。さすがズッキーな。西野屋って身長150くらいだよな。160だこれ。残すはあと一人。次、ひなた。はい。33センチ。やっぱ常に上に飛んでるやつは違うぜ。翔也は影山が絶対ボールを持ってくるって確信してるから、影山が日向のバネを多少なりとも伸ばしてるってことか。シャス！シャス！みんなお疲れ様。全日本ユース強化合宿の招集がかかりました。というのは19歳以下の日本代表ってでしたよね。王様がそこまで残れるかは分かんないでしょ。世界を相手に一握りの有望株が招集される。バーサス世界ですよ。スケール違うわ。ください。それに俺たちの性質上今さら守りに入ってもしょうがない。お声がかかっているのは影山くんだけですね。正直西野屋は呼ばれてもおかしくないと思うんだけどな。全体のバランスとかも考えられてるらしいからな。大人げのあるやつとかが呼ばれたりすんのかなって。ああ、常禅寺高校の穴原先生から連絡をいただきました。こちらは1年生だけということですが、言ってみれば疑似ユース合宿ですね。月島決勝で大活躍だったもんな。なんだよ、1年だけなんてずるいよ。外で揉まれるチャンスなんてなかなかないぞ月島。だいぶ間に合ってます。先に行くぜ。東京のナショナルトレーニングセンターでしょ。あ、そうそう、俺たちは仲良く留守番しような。ひなた、東京駅からのルートです。JR。影山、無事着いたかな。どうかした？あ、ええ。日向まだ来てないですよね。おお、確かに。君、呼ばれてないよね。するだ。バッカじゃないの。だって逮捕は困るだろ。は？だからってなんでこっちに来んだよ。ホントバーカボキャブラリーやるな翔也。ホントやってくれる。一生懸命と無鉄砲は別物です。ごめんなさい。でも強いやつが集まる合宿、俺も入りたいです。いても立ってもいられない気持ちはわかりますが、勝手が許されるわけではありません。やっと着いた。御徒山学院の佐草清美。カラスの高校1年、影山富夫セッターです。よろしくお願いします。呼ばれてないのにすげえよな。俺一瞬中学生かと思ったよ。ボコボコにしてやる。アホネさんの認めたやつはやることが違うぜ。大丈夫でしょうか。
わし城先生はダメならはっきりそう言うよ。シンプルイズベスト。高さとパワーを愛し、いつもアンテナを張り巡らせて。いやー、僕としては願ったり叶ったりというか。ボール拾いが嫌ならいつでも帰っていいぞ。で、プレーを逐一確認できるんだって。すげえ。おじさんたちの話は聞き飽きてると思うんで、手短に。バレーボールはもっと面白いと証明しよう。集合！日向翔陽、164センチ。春高まで1ヶ月、バレーで唯一究極の個人技を磨いてもらおうと思う。よし、声出した新人。じゃあすまん先生、日向の説教は明日1回戻った時だな。ジジイな、ちょっと前から体調崩してまた検査入院してんだ。普段は予選で争う敵同士だろう。普段と違うということはそれだけで貴重な刺激だ。まずは対人パス、相手の名前を覚えるところからな。あの、カラスノのボール拾いの人って聞いたんすけど、俺らも強化選抜のサポートなんでよろしく。チャンス！でっけえな、2メートル。じゃあ次スパイク。おい、ボール拾いはそっちじゃねえよ。奥だけ。ゲット！トス、どうだ。いいですね、大型セッター。うん、白鳥沢中等部3年、由良翔太。うわっ、やべえ、セーフ。わし城先生、どうしてあの子返さないんだろう。もったいねえよな。俺だったらウイングスパイカーで育てるな。あのチビ、中学の時みたいな素人臭さはもうなくなってる。くそ、ジャンプサーブって難しいんだな。お前は3年間何やってたんだ。こっちは王様と違って高潔扱いじゃないって聞いたろ。謝んのとかやめてくれる。君のちょとつ盲信バカは今に始まったことじゃない。春高前の貴重な5日間、棒に振らないようにね。無茶やる若造は嫌いじゃねえよ。へい、今週のジャンプ返して。ところで明日1年の強化合宿行くよね、若俊君。で、行ったら練習入れてもらえるとでも思ったの、お前は。いや、間違ってはねえよ。ねえけども、わし城先生としては日向はいてもいなくてもと。あと玉拾いなめんなよ。